おっす。ハローニャンパス、どうも炭酸のお兄ちゃんです。はい、続きましてはシですね。サシスセソ行のシです。全部で30作品あります。多いね。はい、では行きたいなと思います。まず1作品目は地獄先生ルーベですね。これもね、ぶっちゃけリメイクしてほしいですね。最近リメイク流行ってるんじゃないですか。これもリメイクしてほしいです。続きましてが史上最強の弟子ケンイチですね。いいよね、この捨て頃のバトル系の漫画はもうめちゃくちゃ面白い。続きましてがシティハンターですね。シティハンター、まあ全シリーズはちょっと見てないんですけど、まあある程度は知ってます。続きましてが、自爆少年花子くんですね。これ一期前のアニメでめちゃめちゃ面白くてね、ヒロインのねねちゃんめちゃくちゃ可愛かったよね。続きましてが下ネタという概念が存在しない退屈な世界ですね。これもね、タイトルに恥じない、ね、下ネタのオンパレードです。続きましてがシャーマンキングですね。もうシャーマンキングめちゃめちゃ世代なんでめちゃめちゃ好きです。でね、ちょうどその新作の完全あの新作アニメが決定したんで、もうめちゃくちゃ楽しみですね。ただね、声優は変えないでほしいです。続きましてがシャイニングハーツ幸せのパンですね。これ確かゲーム原作のアニメでしたね。続きましてが灼熱の卓球娘ですね。卓球と可愛い女の子たちが登場します。続きましてが灼眼のシャナですね、うん、もう友達がもうめちゃくちゃ好きで、まあ結構見るの遅かったんですけど全部見ましたね。劇場版から何かまで見まして、まあ続きましてが邪神ちゃんドロップキックですね。ドロップキック、はい、今絶賛放送中ですからね。続きましてがシャドーバース、これをまあ今放送してるアニメだね。まあシャドーバース自体のアプリもやってるんですけど、まあアニメもね、あのキャラデザインめちゃくちゃいいよね。ただね、シャドーバースはこう遊戯王みたいにアニメ向きじゃないとは俺は思う、うん、続きましてがジャリンコチエですね。まあもうめちゃくちゃ昭和のアニメなんですけど、これはまあアニマックスを契約してたんで、まあ見てましたね。軽く見てました。続きましてがジャングルの王者ターちゃんですね。これもちょっと古いけどアニマックスで見ましたね。ジャングルの王者のターちゃん の原作者はそのワンピースの師匠です。続きましてがジャングルはいつも晴れのちグーですね。これもめちゃくちゃ面白いギャグアニメとなっておりますのでおすすめです。続きましてが十二大戦ですね。これは西尾さんのね、あの原作の漫画だったかな、何かを、アニメ化したやつで、ね、めちゃめちゃバトルロワイヤル系で面白いです。続きましてが週末何してますか、忙しいですか、救ってもらっていいですか。めちゃくちゃすごいなタイトルだなと思って、でまあ見たらもうちょっとね、最後は好きなキャラがちょっと死んだんで、もうちょっと胸クソ悪い最後でだったなって個人的にはね、まあ、うん、続きやってほしいですね。はい、続きましてが祝福のカンパネラ、これもエロゲーだったかな、ゲームだったかな、まあ、ゲーム原作なは間違いないですけど、これも懐かしいですね。続きましてが守護キャラですね。はい、守護キャラもね、その土日だどっちかだったかな、朝っぱらからやってたよね確か、うん、絵もめちゃくちゃ可愛かったしね。続きましてが純血のマリアですね。はい、まあ、最後は純血はなくなっちゃいましたけどはい、続きましてが少女たちは荒野を目指すね、うん、俺もね、仲間たちと集まってなんかそういうね、一つの作品をね作り上げたよね、そんな感じのアニメとなっております。続きましてが職域の相馬ですね。お粗末。続きましてがジョジョの奇妙な冒険ですね。第6部待ってます。続きましてが女子楽ですね。つまんねえこと聞くなよだったかな、ごめんね間違えてたら。続きましてが進撃の巨人ですね。これもファイナル楽しみにしております。もう PV 見てるだけで熱くなっちゃいますからね。続きましてが進撃のバハムートですね。これもめちゃくちゃ戦闘シーンがめっちゃ綺麗だよ。続きましてが新世紀エヴァンゲリオンですね。これも劇場版が控えてるので、ね、楽しみにしてます。続きましてが人生相談テレビアニメーションかっこ人生ですね。これもめちゃくちゃキャラデザが良かった。続きましてが新世界ですね。これわけわかんないけどおすすめです。ほんと内容がわけわかんない、見てもわけは。続きましてが身長勇者、この勇者が俺強えくせに身長すぎですね。もうめちゃめちゃギャグが面白いです。はい、以上が30作品となっております。いかがだったでしょうかね。好きな作品が入ってたらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではね、引き続きよろしくお願いします。バイバーイ。